こんにちは。阪急道場弓矢さんです。今日は当店にお越しの素敵なお客様を紹介したいと思います。はい。日本在住15年の女性のお客様です。はい。あのー、実はですね、このお客様、今日が誕生日とのことで、毎年自分の誕生日の時は、 あの初めての体験をしようということをされてるみたいですっごくああのの素敵だなぁと思いいましたはいあのー、ね私が誕生日の時って別にこれといって何もしてないなぁと思って自分のために新しい体験をするのは本当に素敵な考えだなと思ってはいあのねいらっしゃいました。 はいで弓道に興味を持ったのはあのやぶさめをやってみたいとのことが一つあったみたいですはいでやぶさめをやるためになんと乗馬のライセンスもあの取っているみたいなんですねはいなのでね今日は半急の体験でいずれかはやぶさめね挑戦ねするのかなと思うと素晴らしいですよね 弓道の基本的な弾き方の一つとして「射法発節というものがあるのですがあのそちらもですね事前に調べてあのお越しいただいて弓道の射法発節をやりたいということで体験をしていただきました。結構初めての方で、 弓道の弾き方の動きを覚えるのは非常に難しいんですが、すぐですね。あの動きを覚えて矢を放っておられたので、本当にびっくりしました。はい、あの当店にいらっしゃる前に少しでも事前に調べておいたり、当店の半球の弾き方を見てくるだけでも非常にスムーズにあの矢を放てることができるので、そちらは一つおすすめです。 はい、あの、彼女も当店のホームページの半球の弾き方を見ていらっしゃいました。ありがとうございます。はい、ね、写方発節とても綺麗にできておりました。はい、あの、近い将来、やぶさめ、ぜひね、チャレンジいただくかなと思うのですが、ね、ぜひ頑張ってください。 はいあのちなみに当店にお越しいただく女性の中で結構やぶさめをやってみたいという方多いですねこの前もあのね日本人の方がやぶさめをやってみたいということでいらっしゃったんですがはいあのかっこいいですよね私もやぶさめはやったことはないのですがいつかねやってみたいなぁなんて思ってしまいますはい凛々しいようなねイメージありますよね はい。ということで、はい。あの、今日はですね、日本在住15年の女性のお客様の紹介でした。ご来店いただき誠にありがとうございます。はい。動画もご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。さようなら。